こんにちは。10月5日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。アメリカの9月の ADP 雇用統計が市場予想を下回ったことを受けて、アメリカの株式市場は主要株価指数が反発、揃って上昇しました。早速、昨晩の海外市場の動向から確認していきましょう。はじめにアメリカの株式市場です。9月の ADP 雇用統計が予想を下回ったことで、この日の米債市場では利回りが低下しました。米金利の低下を受けて、株式市場では買い戻し優勢の展開となり、主要指数は反発して引けました。ニューヨーク原油先物です。大幅に反落しました。ロシアが燃料輸出の禁止措置を緩和するとの報道が伝わり、需給の逼迫観測が後退。一時84ドル16セントと、およそ1ヶ月ぶりの安値をつける局面がありました。続いてニューヨーク金先物です。8日続落の展開となりました。FRB による金融引き締め長期化の懸念が相場の重しとなりました。最後にアメリカの債券市場です。9月の ADP 雇用統計が予想を下回ったことを受けて、この日は米債を買い戻す動きが見られました。2年債利回りと10年債利回りはともに低下しました。以上、海外市場の動向をおさらいしました。続いてここからは最新の市場分析をこの方とともにお送りしてまいります。IG 証券シニアマーケットアナリストの石川純一さんです。石川さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、はい、先週の放送から円安がさらに進む展開もありましたけれども、はい、先週番組ではその円安、まあ、グローバルな視点から言うと、うん、外為市場全体から俯瞰すると円が安いんじゃなくってドルが高いんだというお話がありましたけれども、はい、その状況、ドル強い状況というのは今どうなっているんでしょうか。そうですね、まあ、結論から申し上げますと全く変わっていない。むしろですね、加速するムードすらあるといった状況になっておりまして、はい、まさに今日はですね、そこをテーマにしたお話となります。わかりました。今日のテーマはこちらです。米ドル一強の震源地となっているのはどこなのか、そしてドル円の焦点は上値トライで変わらずといったテーマでお送りしてまいります。早速サマリーです。まずさらに進行する米ドル一強の状況について解説いただきます。そして震源地はアメリカ長期ゾーンの利回り、おしまいにドル円の焦点上値トライで変わらずといったサマリーでお送りしてまいります。それではまず米ドル一強が進行中ということですね。はい、そうですね。こちらはですね、ドルインデックス、米ドル相場全体の大まかな方向性を示すドルインデックスで、米ドル一強の状況を確認してみますと、はい、まあ、ポイントはですね、7月14日をですね、境にして一気に米ドル高が進行していることにあります。まあ、それを示したのがですね、トレンドチャンネル、緑のゾーンとなりますが、はい、まあ、実際ですね、今年前半につけた重要なレジスタンスのポイント、まあ、104.70レベル、こちら5月31日の高値で、次はですね、105.88ポイント、まあ、ここはですね、3月4日の高値、まあ、それぞれもう簡単に情報ブレイクしまして、で、現状はですね、107ポイント前後で、売り買い交錯するといったですね、状況になっております。はい、まあ、このままいくとですね、まあ、108ポイント前後、まあ、ということはですね、昨年11月のですね、高値水準までですね、ドル高進行する可能性も今出てきているといったムードになっておりますが、まあ、こちらですね、ドルインデックスは、まあ、米ドル相場全体のですね、大まかな方向性を示すインデックスでありますので、今度はですね、通貨ペア別に米ドル高がどのような状況となっているのかどうか見ていきましょう。はい、はい、続いて米ドル一強進行中その2ということで、こちら各通貨ペアですね。そうですね。で、 DXY、 こちらがですね、先ほどお見せしました、ドルインデックスのパフォーマンスとなりますが、うん、まあ、オレンジのバーを見てみますと大体 7% を超えるですね、まあ、上昇幅となっております。はい、まあ、これが7月14日以降の米ドル高の状況なんですが、このインデックス、まあ、ドルインデックス以上にですね、上昇しているのが、例えば、ね、一番左端 NOK、まあ、ノルウェーコロネですね、あとは AUD、まあ、5ドル、そしてですね、SEK、スイス、スウェーデン、クローナ、あとは GBP の、ポンド、
NZD、ニュージーランドドル、そして JPY、ここに日本円が来てますねと、はい、あと新興国通貨では、ZAR、こちらは南アフリカランド、そして、BRL、こちらはですね、ブラジルレアルということで、まあ、先進国、資源国、そして、新興国、通貨を問わず、ドルインデックスよりもですね、パフォーマンスがですね、上になっている、つまりドル高が進行していることが、通貨ペア別で見ても分かりますと。ただこの状況はですね、何も外為市場だけに限った状況ではなくて、他の市場と見比べてもですね、やはりあの米ドル相場にですね、もちろん、もしくはですね、米ドルに資金が集中しているというふうに捉えることもできます。それを次のスライドで見ていきましょう。はい、続いてこちら、米ドル一強進行中、その3ということですね。そうですね、はい、上の黄色のラインが、ニューヨーク金先物価格。そうですね、はい、金ですね、先物価格ですね。で、下のですね、2つのですね、まあ、黒とグレーのラインがですね、それで S&P500 指数のディフェンシブセクター、ヘルスケアと公共のですね、パフォーマンスをですね、年初来から持ってきました。で、まずですね、ニューヨーク金先物価格の動向を見ていきますと、まあ、の売り買いを交錯しながらもですね、まあ、堅調に推移する試合になっておりましたけれど、7月14日、冒頭でお話ししましたドルインデックスがドル高へ転換した時ですよね。ここを境にして赤い像を見てみますと、ガクッと下落。買い戻し入ってもさらにまたですね、直近は下落幅拡大しているということで、まあ、確かにドル高イコールまあ金価格がですね、下落するというのは分かるんですけれど、ただですね、夏以降ですね、リスク回避相場がですね、散見される状況でもあるんですよね。ということは買い戻しが入ってもおかしくはないのに、もうどん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 下落幅拡大しているということで、まあ、安全資産としての金の投資妙味がですね、あってなきがごとくのですね、今トレンドになっております。で、一方ですね、S&P500 指数のですね、ディフェンシブセクター、まあ、景気の動向にですね、左右されにくく、かつですね、株安の局面でも先行されやすいこのディフェンシブセクターの動向を見てみますと、はい、7月14日以降、まずヘルスケア、黒のライン見ていきますと、もう下落トレンドを形成しておりますと、はい、で、それ以上にひどいのが公共セクターであって、直近の動向を見てみますと、アメリカ政府のですね、連邦政府機関のですね、債務問題、いや、申し訳ございません、閉鎖問題とかもありまして、まあ、そういった状況もあってですね、公共に売り圧が高まっていることは分かるんですけれど、それでもこの下落幅は何なんだっていうぐらいに、ディフェンシブセクターすら売られているということで、今もうリスク回避の局面では、安全資産としてのニューヨーク金と、もしくはですね、ディフェンシブセクター、安全資産のディフェンシブセクター、こういったものはですね、もう買いの対象にはならずに、で、かつですね、他の通貨も買いの対象とはならずに、資金が米ドルに集まっている状況がですね、先ほどのドルインデックス、そしてですね、通貨ペア別のパフォーマンス、そしてこのラインチャートからも伺い知ることができるということですね。なるほど。金も下がる、うん、株も売られるということで、ドルしか買うとしたらドルっていう状況にあるんですね。そうですね。じゃあそうなってくるとですね、うん、じゃあそのドル高が進行している、理由は何なのか、その震源地は何なのかということを次のスライドで見ていきましょうか。はい。続いてこちらです。米ドル一強の震源地はアメリカ長期ゾーンの利回りであると。はい、そうですね。で、ここで重要なのは長期ゾーンの利回りということなんですね、はい、なぜなら金融政策の方向性をですね、織り込んでおく2年債利回りの動向を見てみますと、確かに高止まりはしてるんですけれど、だいたい 5.0 から 5.1% で、まあ、それ以上上昇するムードが今はですね、後退してるんですよね。逆にこちら長期ゾーンの利回り、例えば10年債でありますが30年債、まあ、この2つのですね、利回りが注目されがちなんですけれど、こちら見ていきますと、まず直近の部分、赤い丸枠で囲った部分なんですが、一気に上昇幅が拡大しておりますと、うん、何があったのか、まあ、それはですね、アメリカの経済が底堅いという方が、まあ、主要な経済指標で確認されたこと、それがゆえにですね、インフレの鈍化に対するですね、懸念です。インフレ鈍化がこのまま、進んでいくのかどうかに対する懸念ですよね。これがですね、FRB 内では渦巻いておりまして、結果やはり今の政策金利高水準でより長く維持する必要があるといったですね、コメントが、キーマンたちから聞かれておりますと。で、かつですね、やはり米債に対する需給、特に長期債に対する需給ですよね。まあ、アメリカの財務省としてはですね、今後はやはりですね、まあ、財政運営をですね、円滑に進めていくためには、より長期のですね、国債発行することによって、長期の資金を得ることによって、やはり 財政問題をですね、まあ、なんとかこなしていきたいと、で、うまく財政運営をしていきたいといった思惑があるかと思うんですけれど、この状況を見ていると、果たしてですね、今のアメリカ政治の混乱を見て、果たしてこの長期債にどれだけの需要が集まるのかどうか、まあ、この点に対してもやはりですね、懸念は、拭えないと。むしろその懸念がですね、今後もですね、長期ゾーンの利回りのですね、高止まり、低下しても高止まりのですね、まあ、要因になりかねないということで、それが丸枠の部分であると、はい、で、さらにですね、四角の
ですね、ゾーン、赤いゾーンを見ていきますと、まあ、2022年以降何が起こったのか、まあ、ロシア・ウクライナ紛争ですね、まあ、こういった状況からインフレが加速しましたということで、まあ、この複数の要因がですね、2022年以降ですね、重なることによって、今、節目の 5%、まあ、30年債利回りに関してはですね、節目の 5%、今、到達する局面は昨日見られましたけれど、まあ、10年債利回りも、30年債利回りも、ブルームバーグとかのヘッドライン見てみますと、こういった長期ゾーンがもう 5% 超えてくるんじゃないかって、投資家のですね、見方を伝えるヘッドラインが、ちらほらと直近見れるんですよね。ということは、目先注意すべきは、この長期ゾーンの利回りがさらに上昇するのかどうか、もしその状況が発生するならば、やはり外為市場での米ドル高一強というのはさらに進行する可能性がある。それはイコールですね、他の通貨が売られる可能性があるということなんですけれど、やはり目先ですね、まあ、注意すべき要因としてはそのインフレですよね、はい、でなぜインフレなのかというと、もう一度ラインチャートを見せていただきますか、はい、赤いゾーンよりもさらにその下の部分、左側を見てみますと2020年、紫のゾーンってくくった部分があるんですけど、はい、実は長期ゾーン利回りってもうここの時点からです、ね、反発し始めてるんですよ、はい、何があったのか、それはコロナショックでした。じゃあコロナショックで何が発生したのか、それはグローバルサプライチェーンですよね、供給網が分断されて混乱したことですよね、これによってインフレが加速した経緯がありました。でかつそこにプラスですね、金融緩和政策が乗っかってですね、インフレがどん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 進行していって、それに連動して今の長期金利もですね、上昇しているといった状況にあります。ということはロシアウクライナ紛争とか、あとはですね、今のですね、まあ、アメリカの景気云々というのは確かに重要な要因ではあるんですけれど、やっぱりですね、このグローバルサプライチェーンのですね、混乱分断、それによるインフレ、ここがやはりですね、この長期金利のですね、長期ゾーン利回りの土台となっている、上昇の土台となっていることがですね、見て取れますので、まずここの部分を抑えておくと、今後ですね、米中の対立によって中国はグローバルサプライチェーンから分断される状況にありますよねと。で中国はですね、安い人件費を武器にグローバル市場に食い込んできましたけれど、その中国が、米中対立によって分断されつつあるということは、やはり物の価格、まあ、人件費で、あとサービス価格というのは上がっていく可能性が高いと、うん、なるほど。それが、紫のゾーンなんですね、うん、もう一度お見せいただけますか。それが紫のゾーンということになると思います。ではここを土台と考えるならば、やっぱりですね、 FRB が懸念しているように、なかなかインフレってやっぱり鈍化しないんじゃないかというリスクも今後はやっぱり低下しておくべきかなと思いますし、やっぱりそこを土台として考えながら、じゃあ先ほど言いました景気はどうなんだ、うん、FRB の金融政策はどうなんだ、そして米債の需給はどうなんだ、こういったところを考えておく必要があるかと思います。うん、まあ、こうして見るとその長期ゾーンの利回り急上昇中ですけど、はい、今後もこの上昇っていうのが、うん、続く。そうですね、短期的には続く可能性が、高いと個人的に見ておりまして、うん、じゃあその短期はいつなのかと言いますと、やっぱり年内はですね、低下してもやっぱり高止まりの状況が続くというふうに個人的には見ておりますと、というのはやっぱりアメリカの景気は底堅いですし、これがですね、一気にですね、こう低下もしくはですね、一気にこの景気がですね、減速してさらにですね、まあ、後退局面に落ちるかというと、その可能性はやっぱりもう限りなく低いと思いますの で、うん、でかつ短期金融市場のですね、まあ、政策金利の動向を見てみますと、だんだん利下げのタイミングが後ずれしてるんですよね。そうですよ ね、 そうですね、もう本当1年ぐらい前とかではもう今年後半にもやってもいいんじゃないかっていう予想がありましたけど、はい、我々も番組でも ね、 そ, うですね、その話してましたよね。そうですね、それが来年の初めになり、で今はですね、第二四半期以降なんじゃないか、うんうん、しかも FRB の、キーマンたちの発言を聞いてると1回のみで終わってしまうじゃないかみたいな観測も、うん、ちらほらとありまして、まあ、そう考えるともう誰も読めない状況になっていると、はい、ただ一つ言えるのは景気が底堅い、うん、そして、この紫のゾーンが示す通りですね、はい、やはりこのグローバルサプライチェーンの問題が土台、インフレの、ね、上昇の土台となっている以上、なかなかインフレが低下しないリスクもあるということを考えますと、そうですね、やはり短、長期ゾーンの利回りというのはですね、しばらくは上値トライ、まあ、要は 5% を超えてくるのかどうか、そして、低下してもその低下幅限定になる、要は高止まりする可能性をですね、意識しておく必要があるかなと思いますね。なるほど、うん、そして目下明日には重要な経済指標も控えてますよね、アメリカはね。そうですね、超短期目線で見るならば、はい、長期ゾーン利回りの上昇要因もしくは低下要因として注目すべきはこちらの指標ということで、はい、いきましょう。はい、9月の雇用統計ですね、非常に重要ですね、はい、と言いますのもやはり雇用統計、雇用関連指標の中でも最も注視すべき、まあ、指標であるということがまず第一点挙げられますし、2つ目としては今週に入ってから序列求人件数
強い内容となりました。米金利が上昇で、昨日は ADP 雇用統計冴えない内容となりました、はい、米金利が低下ということで雇用関連指標にですねものすごく今敏感に反応する時代になっております。ということは最も重要なこの雇用統計こちらがですね、例えば賃金インフレを伴う予想外の雇用増となれば、長期損利回り30年債利回りは再び 5% をトライ、10年債利回りもそれに向かってトライ、米ドル高一強の状況がさらに加速するといった状況も考えられますし、逆にですね、総じて冴えない内容、要はあの市場予想を下回る内容となれば、今まで進んできた米債売りが米債に買い戻し、ドル高が、ドル高の調整ということでドル売りといった状況も考えられますので、こちらに関してはですね、もう決め打ちはできないと、もう結果を見てみると分からないといった状況になっておりますが、はい、最後にですね、やはり申し上げたいのはやはり FOMC ですよね、はい、10月31、11月1日にありますけれど、その判断をですね、FOMC の判断に大きな影響を与えるのが今回の雇用統計ということもありますので、その一つが雇用統計ということもありますので、今回の雇用統計は非常に重要な、指標になるかなということに、と思っておりますね。なるほど。そして、これによってまた米ドル高一強がさらに加速するようなことがあればドル円にもね影響してまいりますね。そうですね。おしまいに時間ありますかね。行きますかね、はい、じゃあドル円の焦点とチャートポイントを解説いただきます。はい、そうですね、結論から申し上げますと150円トライしました、で150円の16レベルまで、今月の3日に行きました。でその後急落する局面が見られましたけれど、はい、いろいろと憶測が流れておりますが、仮に150円をブレイクして同じような状況があると、で仮にですね政府日銀が円買いに動いたとしてもですね、円買い介入に動いたとしてもですね、やっぱり基本的には今のアメリカの長期損の利回りの上昇トレンドを見てみるとそれは調整の反落であって、基本的には上値トライを意識する状況がまだまだ続くのかと考えております。じゃあその上値トライどこなのか、2021年からのですね、ドル円のですね、上昇トレンドを週足チャートで見てみますと、フィボナッチエクステンションの 50% の水準、151円の89、90レベルですね、が、浮上してくるんですが、くしくも昨年の最高値、151円94レベルとほぼ重なる水準にあると思いますので、仮に150円の節目がですね、今度はレジスタンスからサポートへ転換するならば、やっぱりこの水準をですね、トライする状況を、意識しておくべきかなと考えておりますし、はい、反落の局面ではこの短期サポートライン、2023年のこの奴隷の上昇をですね、象徴するこのラインですよね、ここを維持する限りはですね、やはりあの底堅い時代が続くと、上昇トレンド、上値トレンドが続くというふうに考えております。はい、石川さんの解説でした。 IG 証券ランチエクスプレス、今週もご覧いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。失礼いたします。